泉が枯れるまであとわずか。戦いは避けられない。それで終わりか。つまらんか。あのやめてください。雑魚が邪魔をするな。雑魚？小さいからって舐めないでよね。ならば俺を楽しませてみろ。この人強い。みんな気をつけて。ここにいると巻き込まれるわ。安全なところに逃げて。早く。最強は俺だ。悔しいが一度下がった方がいいか。彼の目を引きつけないと。あなたに私は倒せない。試してみる。ほう、貴様命が惜しくないようだな。これは戦う宿命。ところでここはどこ？マリー、お家に帰りたいです。すまない、いろいろ説明したいが、まずは彼を倒さないと。雑魚にしてはやる。今日のところは引いてやろう。ここまで来れば安全か。リョフ殿は帰っちまったのか。勝って、いや、自由な人だぜ。まあ仕方ない、あいつ抜きでやるしかねえな。なんとか立て直さないと。そういや、オンゴはここから来るって言ってたな。守っておかねえとまずいか。なら、ここは頼んだ。あっちの時は勇者時継ぐに任せとけ。無限転身流しないで。突然こんなことになってびっくりしましたけど、知っている人がいてよかったです。勇者に任せな。私もマリーちゃんとカスミさんの顔を見てちょっとだけホッとしました。そうね、本当に一人きりじゃなくてよかった。力を合わせて、なんとか乗り切りましょう。この危機に泉を奪おうってのか。不届きなままは要するんだな。突っ走る泉？一体何のこと？とぼけやがって。倒して悪事を吐かせてやるぜ。全体頼むぜ。逃げるしかねえか。突き、あとは任せたぜ。しかし勇者も肩なしだ。次はこうはいかねえからな。これは戦う宿命。おかげで助かったよ、美しい英雄さん。
どうしよう。ちょっといいか。頼む。ああ。すまない。ああ、この世界は泉の奇跡の力によって繁栄してきた。もともとここは作物の一つも実らないほど荒れ果てていたらしい。歴代の王が三種の神器で泉の力を操り、世界中の祠に恵みを行き渡らせることで人が暮らせるようになったと言われている。だが前の王が亡くなった時、泉と祠はなぜか急激に力を失ったんだ。そして新たな王が戴冠の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れ果ててしまった。もはや打つ手はない。諦めかけた俺たちに叔母上は古い言い伝えを教えてくれた。泉が力を失い世が滅びに向かいし時、異界の英雄降り立たん。英雄、祠に斧が力を与え、泉を再び蘇らせ。英雄を導きし者、戴冠の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさん。泉に残された最後の力を使って、あなたたちはこの世界に呼ばれた。まあ、実際に儀式をしたのは、いとこの玉木だけどな。異界の英雄はこの世界に対して多大な影響力を持ってる。だからその力を祠と大地に分け与えてほしいんだ。泉と祠の間で水脈を通じて正しく力が循環するようになれば、泉も蘇るはず。それが叔母上の見立てだ。ずうずうしい頼みなのは百も承知だ。だがどうか世界を救うのに手を貸してほしい。そして俺と一緒に戦ってくれ。ああ。ああ。そんな。いや。
ック。パワーは。どうしよう。いや。すまない。わかった。はあ。そうだな。ありがとう。英雄さん、英雄さん、おお、頼む。英雄さん、頼む。英雄さんの役に立てるとは光栄だ。まずは俺の言う通りにやってみてくれ。私がやるしかないの。
やるな。じゃあこんなのはどうだ。いい感じだな。さすがは英雄さんだな。さて最後は俺が相手だ。無限変身流レクーディングルス、邪魔をしないで。やっぱり英雄さんはすごい。これからもよろしく頼むな。頼む。いえ、おお、はい、おお、そうだ。頼む。はい。血のバラ咲かせてあげる。儀式をやりたいが、シキたちが邪魔だな。急いで撃退しよう。私のいた世界にそっくり。かすみさんの思念が反映されたんだろう。英雄はそれだけ強い影響力を持つんだ。荒廃した土地がこれだけ綺麗になるとは。やっぱり英雄の力はすごいな。そこをのけ。かけてお前を止めてみせる。訓練不足が招いた結果、真摯に受け止める。
あいつの目的は何だ。まさか王位を目指しているのか。だがそのためにはマリンの本気見せてあげる。タマキと戦わねばならない。あいつはそんな奴じゃなかったはずだ。大成功。強いのね。あなたが味方でよかった。マリンを見せてくださいね。力を貸すわ。その調子よ。いい動きね。すごい。私でいいのね。すごい。その調子よ。力を貸すわ。いい動きね。目が離せない。真似してみたいな。そうしない。マリーは無双のサーヴァントですね。すみません、すみません、倒させてください。殿にはあなた方を阻む理由がある。どうかお引きください。その理由とやらも説明せずによく言う。立ち塞がるなら倒すまでだ。本当に家族と戦うの？そこまでして王になりたい？そうじゃなきゃ死んだ父上が悲しむ。王になるのは父上にできる唯一の孝行なんだ。よし、この勢いで四季を倒すぞ。大成功。刹那兄様に祠を奪われるわけにはいきません。何としても止めましょう。元気か。やっかいなことになったな。あの男を倒せばいいんだな。私が行こう。なんて勢いだ。四季より先に彼女を倒そう。刹那はタマキたちの対応に追われているが、今のうちに拠点を奪い取る。マリンの本気見せてあげる。ふん、いつかの雑魚か。今度こそ叩き潰してよ。あの男、また会うなの？相変わらず強そう。
容赦はしない。見せてあげる。マリーは無双のサーヴァントですね。大成功。ひるみはしない。兄と慕う君と戦えば魂が傷つく。聞いてくれ。それはできない。今度王になるべきなのは俺だ。引いて譲るべきなのは玉木の方だ。その調子よ。目が離せない。その調子よ。目が離せない。楽しそう。力を貸すわ。この雪辱いずれ果たす。いいよ。小さいからって舐めないでよね。すごい。玉木、シキ、お前たちの好きにはさせない。いざ、この超知竜と勝負してもらおう。超知竜、参る。マリーの本気、見せてあげる。我が闘志、まだ消えてはいない。いずれまた勝負だ。あら、もうおしまい。お前が王を目指すとは面白いこともあるものだ。だがそうはさせぬ。シキ、剣が叶えている。分かったわ。お前が玉木につくものだとばかり。私には私の考えがある。だがそれはお前や玉木を王にすることではない。全部を話すつもりはないってことか。見せてあげる。秘密主義とはお前らしいな。今回は引いてやる。だがお前はすぐに王位を諦めることとなるだろう。ふざけるな。俺は絶対に諦めない。私たちが戦わねばならないのです。俺はお前の父に奪われた王位を取り戻す。お前を王にはさせない。そんな。よし、これで儀式ができるな。みんなありがとう。ありがとな。
いいかしら。そうだ。そうだ。そんな。ようこそ。またのお越しを。ああ。さて。
おお。わあ。ああ。あの。あの。この槍にて貫かん。立ち塞がる者は倒すだけ。精鋭分隊の名にかけてお前を止めてみせる。まだ燃え尽きてはいない。ドキドキが止まらない。もう迷わない。あなたが味方でよかった。
マユ、お宅は無用。まだなすべきことがある。目が離せない。力を貸すわ。時々が止まらない。すごい、できちゃった。私では世界を救えぬのか。すごい、私勝っちゃった。承知しました。よし、敵の追撃を振り切らないと。味方と合流し体勢を立て直そう。観念しやがれ。誰かが山賊に襲われているのか。厳しい状況だが見捨てるわけにはいかないな。そこの方、手助けをお願いできませんか。ならず者に大切な腕輪を取られてしまって。可愛い英雄さんを困らせるなんて許せないな。腕輪を取り戻すのを手伝おう。いました、あの男が腕輪泥棒です。追ってきやがったか。すごい、できちゃった。申し遅れました。私はプラフタ錬金術師です。とはいえ私は人形の体、この身では錬金術は行えません。戦いには腕輪が必要なんです。そうか、なら絶対に取り戻さないとまずいな。バカめ、腕輪はとっくに仲間に渡した。今頃はお頭が持ってるはずさ。あいつらよくも俺の部下を。こうなったら袋叩きにしてやる。
腕輪を取り戻していただきありがとうございます。では私の力をお見せしましょう。魔王なんだあれは。バカでかい腕。行きます。なんだあれは。化け物か。錬金術の力思い知りましたか。あんなのに勝てるわけがねえ。逃げろ。いざ竜のごとく攻めに来た。報告です。敵の追っ手が到来しました。あなた方は敵に追われているのですね。腕輪を取り戻してくれたお礼に力をお貸ししましょう。ここに来る前に兵器のようなものを見ました。うまく利用すれば戦力差を補えるかもしれません。私は兵器を動かす方法を探ります。あなた方は少しの間敵を食い止めてください。行くぞ。全て蹴散らしてやる。おいおい冗談はやめてくれよ。この下流は天下無双です。やりますね。でもハリーも負けませんから。さあ行きましょう。まずいな。なんとか立て直さないと。まずいな。なんとか立て直さないと。これはシャレにならないだろう。迷惑をかけてすまない。ありがとう。いざこの超知竜と勝負してもらおう。初めての兵器を簡単に操作している。可憐なだけじゃなくて頭も切れるみたいだな。すごいな。これが英雄の力か。
私の務め、必ず果たしてみせます。お見事でございます。敵の追撃を振り切れたか。プラフタさん、あなたは命の恩人だ。いえ、私こそお礼を言わなければなりません。大切な腕輪を取り戻していただいたのですから。わかりました。ありがとな